こんにちは、柏龍一の今日のインテリアネットを始めさせていただきます。まあ今日はまずご挨拶からね、やらせていただきます。まああの、多くの皆さん、視聴者の皆さんね、明けましておめでとうございますえ。昨年の末はね、すごく忙しくって、昨年の終わりの動画を作りたかったんですけど、作りませんでした。まあ中途半端な動画でね、終わってしまってすごく申し訳ないなと、こう思ってます。で年が明けたらね、すぐに地震でしょ。これもびっくりしましたね。 災害に遭、ね、われた皆様にはすごく、ね、お見舞いを申,申し上げたいかなと思います、まあ、野党の方は、ね、私も好きな地方で何度か旅行に行ったことがありますやっぱり美しい地域ですよね、えー、でお魚が美味しいとすごくいい場所だと思うんですけど、あのー、本当に、ね、残念です一日も早い復、ね、興を、えー、記念しております、まあね、あと、ね、和,田動画和田議員の、ね、動画が、ね、あんなに多くの方に見ていただけるとは思わなかったです 不良のね中学生みたいなクルド人はね日本に定住させようという勢力には、えー、私は断固として反対したいとたとえそれは和田議員であってもですねそれは絶対反対しておきたいなと思います今後もね日本に逃げてくる民族があるかもしれませんあの民族ごとにねあの日本に逃れ,逃れてくる民族もあるかもしれませんでもね日本人の生活様式をね尊重しない外国人ねこれはお断りですねどんどん孫悟空母国に帰ってください と言って、えー、本本国に帰っていただくとそういうのがやっぱりいいんじゃないでしょうか。で今回の地震はね、えー、っと阪神淡路大震災それと同規模だとそういう側に専門家の方も指摘になさっているようです。だからすごく規模が大きかったんですよね。でもこれまだまだ始まりだと思いますよ。他の地域ではまた起こるんじゃないかそういう気がしますね。だから他の地域に住んでいても改めて防災対策をチェックするのはすごく必要だと思います。 水がどれだけ貯めてあるとかねあと食料がどれだけあるとかねそういうことは、えー、ちゃんとチェックしておかれたらいいんじゃないかなとそう思いましたじゃあ今日の本題なんですけど、えー、対風刺波戦争が始まるこれ日本のねテレビなんか全然やってないんでね、えー、ちょっとこれをお伝えしようかなとこう思いましたいよいよね、風刺波と米が戦争しそうとこういう話なんですねじゃあいきますねこれエクスプレスからね、行きますねじゃあ行きますね、えー、イギリスとアメリカは航海で大混乱を引き起こしている 反政府勢力への空爆を開始する,予定だと開始する構えだと、えー、グランドシャップス A 国防長官ですね国防大臣ですねこれとアメリカのロイ,ロイド・オースチン国防,、えー、国防長官は今日、えー、今日ワシントンでイランに支援されたフーシハ民兵に最終警告を発するとフーシハは航海を航行する船舶を攻撃するためにイエメンにある施設を利用していると。 攻撃は10月7日のイスラエルとハマスの戦争開始後に始まったが12月に入って劇的に急増したこれまでに撃墜された襲撃された23隻のうち8隻は英国船籍英国人乗組員または英国向けの商品を運んでいた BP やメディテ、えー、メディテ,ディテ地中海船舶会社、えー、ハパグロイド、えー、とマースクですね 有名な海運会社は、えー、危険が商品価格とインフレを押し上げるとの懸念から航海から船舶を遠ざけているとやったら船がね沈んだすごい大損害ですからねその代わりに彼らはアフリカ,アフリカは南部を迂回し旅に,、ね、その旅には数週間余計にかかることになるとシャップス国防長英国防長官は「 後悔、えー、の貿易を妨害しているテロリストたちは最後のチャンスの酒場で酒を飲んでいると解決策を見つけるために外交努力がなせ外交努力がなされてきたが成功は限られていると警告したもうこいつらとは交渉できへんなとこういうことなんですね世界貿易に役立つ世界、えー、世界貿易に役立つ重要な水路の一つが身の代金目的で拘束されることを許すことはできない許すことはできない。 ドローンやミサイルによる商船への攻撃は私たち全員そして私たちが大切にしている文化や自由に対する攻撃であるとやりますよ攻撃はというねそういうことですね。このような方法で民間船舶を標的にすることは正当化できませんと私たちはこれらの違法な攻撃を直ちに停止する必要がありますと風車が人命や貿易を脅かし続けるならば我々は必要かつ適切な行動を取らざるをえなくなるだろう。 米軍は航海でイエメンの反政府勢力風車がコンテナ船に向けて発射した対艦弾道ミサイルを2発撃墜したと明らかにした。米中央軍セントコムです、ね、によると数時間後、ボート4隻が同じ船を攻撃しようとしたが、米軍が発砲し武装集団武装乗組員数名が死亡した。相手側のってことです、ね、風車の武装,武装乗組員が死亡した。と。船内では負傷者はいなかった。 セントコムは風車による国際海軍に対する違法攻撃は11月19日以来23回目になると述べたと。英政府関係者は米国防長官と米国の対応者は、えー、っと反政府勢力による最終警告を発するだろう、まあ、だからもうやりますよとお前ら叩くでとそれは最終宣告をもうすぐするよとそういうことなんですね。 攻撃の急増が示すように問題はますますす悪化していると。より攻撃的な,撃的なアプローチが取られるだろうとこの情報、まあ、英,国英国の情報筋はイスラエルガザそして現在は航海に、えー、世界の注目が集まっているが、えー、ウクライナを巡って戦争しているクレムリンが結局事態を掌握していると付け加えたバックにはロシアがいるよとこういうことなんですね。 まあ英国はね今回の事件に関しては、えー、っとロシアが最終的にバックにいるだろうとそう考えているわけですねロシ,アのロシアがイランに依頼してイランが風車に依頼してで攻撃をさせるとだから最後にケツ持ちはお前イランやろうとイランじゃなくてロシアやろうとプーチンやろうとこういうことなんですねウラジミール・プーチン大統領は世界の目が中東に集まっていることを喜ぶだろう引き続きウクライナに焦点を当てていくことが重要だと風車は10月の中の攻撃後 ハ,ハマスのテロリストを支援しイスラエルと関係があると主張する船舶に対するミサイルやハイジャック嫌が,嫌がらせなどを行ってきたこの攻撃を受けて航路を守るために米国国の多国籍海,海軍作戦が開始されたしかし一部の同盟国は参加には衝撃的だ今月初めイ,イギリス海軍の戦艦「ダイヤモンド」は航海でフーシアが発射した攻撃を無人機を撃墜した。 イギリス海軍が怒りに任せて防空兵器を発射したのは30年以上で初めてのことだとすごいですねだから本当に戦争が始まったんですよねもう一個、ね、あります、えー英国えー、っとイギリスのジェット機は、えー、航海での最近の攻撃を受けイランに支援された風刺派の反政府勢力に対する攻撃を開始する準備をしていると伝えられている英国も、ね、戦争準備をしてますよこういうことなんですね 英国は米国や他の西側同盟国とともに航海で風車の武装勢力に対する攻撃を開始する準備をしているとまあ、あれでしょうね風車の戦争してるのはこれはサウジアラビアだったんですねサウジアラビアは大喜びじゃないかなと思いますね英国のキャメロン外務大臣がテヘランに対して攻撃を抑止する責任はテヘランにもあることを警告していると アメリカ海軍のヘリコプターは航海で風車武装勢力がマースク舎の,の船です、ね、のコンテナ船を攻撃するために使用した3隻の小型ボートを撃沈したもう戦争が始まっているわけですよで武装勢力の攻撃を受けたデンマーク所有の、えー、コンテナ船に負傷者はいなかった風刺派ガザでイスラエルと戦っているパレスチナの海域化組織ハマスへの支持,支,持支持をし続けているため、えー、この船は標的にされた イエメンの風車支配地域からボートがマー,マースク車の船に発砲しアメリカのヘリコプターが反撃したと。現在、米英の協調攻撃により空軍機が使用される可能性があると。えー、A, A, A 外相のデイビッド・キャメロンはホセイン・アミール・アブドラヒカンこれは、えー、っとイランの政治家なんですね外交関係がね。と話したようにソーシャルメディアプラットフォーム X ね、 えー、風刺や武装勢力からの攻撃を防ぐというメッセージを強要した、えー、私は今日アブダドラヒア,アブダンとツイッター上で罪のない人々の命と世界経済を脅かしている国会での風刺の攻撃について話しました私はイランが長年にわたり風刺派を支援していることからこれらの攻撃を防ぐ責任をイランにもわることを明らかにした一方グランドシャップス国防長官は えーっとイギリスのの、ね、国防省ですすねえ世界貿易をを混乱させよよううととる非非道な行為を非難したた彼は次のように述べたイランに支援された風車にいる今朝の、えー、非道な攻撃が、えー、世界貿易を不安定にすることを目的とした容認できない非道な行為であるとイランに支援されている風車は、えー、航海でイスラエルとつながっているがイスラエルの港に向かっているとする船舶のへの攻撃を主張している。 彼らの攻撃は10月の中のパレスチナ過激派のハマスによる攻撃後ガザ地区を標的としたイスラエル空爆と地上攻撃を終わらせることを目的としているというとフーシはイエメンのイスラム教シーア派の少数派であるザイード派の武装集団であるフーシはイエメンのシーア派少数派であるザイード派の武装組織でありその名は運動の創始者であるフセイン・アル・フーシンに由来すると。 まあねもし英米でね英米対フー,が、えー、フーシアが戦闘を開始すれば効果、えー、はまあ、えー、ちょっと通行は不可能になるかなと、まあ、今でももうほとんど無理ですけどねで結局イラン次第とこういうことになりますイランがフーシに武器を送るか送らないか送らなければいいんですけどね送るんだったらイスラエルとイランの戦争が早くなるとやっぱりイ,イスラエルも 核持ってますからね。核をポチッとなっていって押すかもしれませんよね。えー、まあ、だから、そうするとどうなるかというと、中東でまたね、ウクライナについて、中東でも大戦争勃発と。こういうことになりますね。そしたら、ここで笑うのは、まあ、ロシアも笑うんでしょうけど、中国が大笑いですね。習近平が大笑いをして、えー、まあ、対、えー、対、対台湾。海戦時期が前倒しになると。とそういうことも考えられます。だから、かなりヤバい状況だなと。そういうのが言えるかなと。そう思います。 じゃあ、今日はこのぐらいで、えーまあ。今年もね、どうかよろしくお願いします。サンクスね、多くの方にいたいります。本当にありがとうございます。今年もぜひよろしくお願いします。じゃあ、今日これで失礼しますね。えー